こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は無課金サブサブアカ、闇属性縛り長老やっていきたいと思います。今日はお誕生日の方おめでとうございます。はい、それではね、今日やっていきたいのはですね、その前にですね、魔法石が、10個あると思うんですけど、実はそのクエストレベル10まではクリアしました。これで。で、なんで10個しか残ってないかというと、ちょっとあるガチャを引いてしまいました。それも、式神ガチャをね、この動画撮影時点でなんですけど、この動画撮影時点の日の、まあ、朝の10時までやと思って、朝の12時までか、昼の12時までやと思って、急いで引いたんですよ。そしたら、あと19時間。今日木曜日、撮影時点、金曜日やと思ってた。はい、そんな感じで、どんな感じで出たのかお見せしましょう。はい。入手順に見るとですね、簡潔に言うとですね、ここからですね、クレーデカーなんですけど、トーカが2体と、しかもこの、カミナが2体と、めちゃめちゃウッキウキ、しかもこのファガンも、この、闇属性になるっていうね、ウッキウキの絵を、ね、多分引いてたらウキウキやったんでしょうね。その意がね、取れなかった。はい。ということで、はい、クエスト行きたいと思います。はい。今日やっていくのはですね、はい、クエスト、レベル11ですね。11、ちょっと手違いで負けちゃったんですけど、はい、ちょっと組み直してきたんで、これで、撃破しに行こうと思います。それでは、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、バラン。バランというか、まあ、回収ですね、回収。簡単に言えば。で、とりあえずご紹介します。リーダーというか、まあ、最初の76にするリーダーのバランに、小学生10コンボ強化。で、消せない解除、マシンキラー。で、バレンタインクシナダの武器つけてます。はい。で、こちらがハーデスドラゴンですね。ハーデスドラゴンに回復エルジー。で、スキルブーストプラスプラス。で、転野所のコート。はい。転野所のコート、ドフラミンゴの武器ですね。はい。で、こちらが殺生丸様。原作版の殺生丸様ですね。ほんまね、パズドラバージョンの原作版じゃない方がいいんですけど、僕は。小学生がね、プラスが足りなくて、一回もルーレットする権利すらないんですよ、僕に。はい。だから、こちら採用しております。はい。で、10個無強化にスキルブーストプラスプラスで、ボトムレスグリードって、このスキルですね、ダメージ吸収。一旦ダメージ吸収で2ターンヘイストの武器つけております。で、バインドもいるしね。うん。で、カーズですね。カーズに毒目覚め耐性スキルチェーン2つ。で、あと、会話の武器つけてます。遊戯王コラボの。これがね、指奪い返したり、上限解放できたり、あと、コンボ加算もあったりして、回収にすごい合ってるんですよね。はい。しかも、むしろ、あ、そっか、倍率が低いんか、ちょっとあれか。で、こちら回収ですね。回収、リーダーになる回収にスキルチェーン4つ。で、悪魔キラー1つ。あとは、ハンスも武器つけてます。で、バインドを補いつつ、スキブ、HP、チーム回復を補いつつという感じですね。で、こちらが、フレンドさんの回収ですね。フレンドさんの回収にスキルチェーン4つ。で、悪魔キラー1つ。で、バインドとスキブを補ってもらうために、アキネの武器つけていただいております。で、バッチは、HP バッチですね。それでは、6月のフェス中、ダンジョン11、対戦。よろしくお願いします。ね、覚醒無効解除がね、欲しいんですけど、それは難しいんですわ、はい。で、原作版じゃない?その、回収変身させようか、とりあえず。回収変身させて、それ欲しいんですけど、で、カーズ、進化させて、で、どうしようか、殺生丸様は、こう時間ないからゆっくり考え、もう使っちゃおうか。はい。すいません。殺生丸様は言うてもね、これ、ボトムレスグリードなんですけどね、はい。上のスキルも溜まっちゃってるんで。はいはいはい。はいはいはい。はい。ごめんなさいね、ちょっと鼻がね、ちょっとエアコンのね、フィルターを掃除したものの、はい、まだちょっと、上質つけてるんですよ、今ちょっと。気圧の変化が激しくて。気圧ってか、めっちゃ湿気出るんですよね、外が。で、もちろんことながら僕は L 字をつけております。
こで有意現象を来るんで、ここで僕は威嚇を使ったらええんかなと思って、まあどうせね、カーズ溜まってるんですけどね、指奪い返せる。まあここで、まあちょっとね、はい、つまり、まあスキルも貯めつつね、ハーデスドラゴンのハーデスドラゴン採用してる理由が、やっぱ自動回復ループというのが大きいんで、はい、そこをね、まあ、貯めるためにも、威嚇の間にちょっと、ね、時間潰そうっていう感じでございますね。はい。マジで、闇属性縛り、苦行すぎてさ、避けてた、回収を避けてた理由が、僕が76があんまり得意じゃない。プラス、リーダースキルがちょっとややこしいじゃないですか、上に出てると思うんですけど。光、闇、回復の4攻撃し1個につき攻撃、攻撃力が 1.6 倍で、1コム加算。で、ね、で、12コム以上達しないと倍率も発動せえへんし、これ、コンボ減らされてたらこれでいこうか。で、ただでさえ76は難しいのに、回収なんか、ちょっと待って、使えへんやろうと思ったんですよね。そしたらね、いつもね、8作で、8作ルームマッチをね、ごめんなさい、鼻がちょっとズルズル言ってますが、ちょっとね、4つ消しの練習をね、重ねていくごとに、ちょっとずつね、4つ消しもできるようになってきて、はい。今ならいけるんじゃないだろうかと。使ってみせるさ、っていう感じがちょっとあったので。闇降ってこうへんな、これ。光、闇、回復の4個で1個にして攻撃力が 1.6 倍でしょ？闇降ってこうへんやな、もうなんかさ、闇属性がちょっともう怖いよね、ここまでされると。もうごめんなさい、ちょっと鼻がね、ちょっと思わず出そうになったんですけど、ここまでなんかした闇属性がって感じなんですけど、ちょっと右チェックしておこうか。で、ハーデスドラゴン使って、このターンはまあ、一応残したから、そんななんかしました。闇属性のキャラが。やばい。ちょっとこれ間に合わへんかった。おっつ、さすが、ランダム風目覚めだけなんだけあって、落ちてくるけど、全然、ごめんなさい、ほんま鼻とかちょっとちゃんと編集でなんとかするんで、はい。これはちょっとカード使おうか。カード使って、多分ね、指伸ばして、ちょっと闇をうまいこと拾ってくるだけで、多分半分ぐらいならいけると思う。はい。回復の4つ消しもしたかったけどな。まあ前か。しゃあないな。よし。ここで右チェックしてるんで。いや、まだいかんか。きついな。ごめんなさい。鼻がやばい。いや、そっか。デバ膨らってるんやった。デバ膨らってるんか。ちょっと、あれか。やっぱり。耐えってあれやな、耐えて、まあ、ハーデスドラゴンの自動回復も効いてるし、ほんま、鼻がね、振ってきた、ナイス、鼻がね、絶賛鼻炎発動中で、OK、ルーレットから取り出せと、はい。またデバフこれ使うか、もう、あれやね、ちょっと限界やな、動画の尺的にもちょっと限界なんで、はい。
これこれこれ、こうか、はい。おお、なんと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 、ちょうどルーレットとマッチングしておりましたね、今。よし、はい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 、弱体化ね、弱体化ね、弱体化。とりあえずね、ここは回収、一旦回収、一旦回収で、で、あと2ターンやから、ここはもう、ちょっと、あー、ちょっと弱体化ドロップあるなら、あれやな、補正モードにしてよかったな。あれ、下着補正とかじゃないですよ。あのね、僕、見えないんですよね、マジで、この、薄くされると。え？あ、勝てた。はい、なんか勝てちゃったので、ちょっとこの石使ってもうね、終わるガチャがあるんで、ちょっと、ガチャ行きます。はい、魔法石を受け取って、ユーザー情報、購入益、無料配布、21個あります。バイシュバルツのガチャもあるんですけど、この、明日、この動画撮影時点では、1日後か、にあるんですけど、僕はやっぱりね、あれ？どこ？どこ？どこ？あれ？どこ？あ、いたいたいた。このダイヤ、ゴールド、ダイヤ、ゴールド、グリーンガチャドラ、多かったかなを狙ってね、ちょっと一回ね、引きたい。やっぱ式神はちょっとやっぱりね、ま、ガチャドラさんの方がやっぱ復刻は大きいと思うんですけど、どうしてもね、やっぱり、新フェス限っていう点では、持っておきたいのが一番なんで、何回話すんねん。しゃあよっしゃあ、頑張ろう。よし。じゃあ、スーパーゴッドです。ごめんなさい。気合い入れて。ちゃんと iPhone 持ちます。今、よし。これ入った。ちゃんと。今ね、もう、ガチドラさん3体が列に並んでおります。順番待ちしております。早く出たいと言っております。ガチドラ、あ、おるなーって言ってます。いやー、ちょっと。それだ、ラストラスト、ちゃんとね、ちゃんとガツダさんも次待機しといてよ。はい、はい、あ、また空振った。あ、でも僕空振った先神引きできるっていうジンクスがあるんで、はい、まあね、このここの子もね、ガチャドラなのは変わりないんですけど、ちょっとまあと尺が長くなるんで早く引いちゃいます。それでは決める、せめてクイッてなれよ、硬直しろ。いや、もう何やったんや、何をしとったんや、この時間。はい、それではこの回はこの感じでお開きにしたいと思います。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。あー、やっぱ式神勝手にプリ引きはよかったかな、それかマットかい、マットきゃよかったかな。ほんま、ね、あと、十何時間しかないんで、はい、もう一本なんかクリアして、動画に収めれたらいいんですけど、最悪、スクリーンショットだけでも残しておきたいと思うんで、はい、まあ、長老の、やめ属性、現役、ね、前線に立ていられるからの瀬戸際なんで、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。それでは、もし、この動画良かったと思うよ、良かったと思う方は、チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。はい。それでは、ね、また次回お会いしましょうか。バイバイ。